はい、どうもこんにちは。ということで今回はこちらのエルフを紹介したいと思います。まあ、参戦の方はびっくりすると思うのですが、現在ヒストリックの BO1 においてトップメタとなっているデッキですね。カルドハイムにおいてかなり強化されたデッキということで、速度や安定性が、だいぶ上がったデッキになっています。主な強化点は2点あって、1つはエルフの洗練者ですね。洗練者が登場したことによってより横並び展開をしやすくなっていて、アロサウルス界などの全体強化で、一気に押し込みやすくなっています。そしてもう一つの強化ポイントは領海渡りの登場になります。これが登場したことでデッキトップから延々とエルフを展開できるようになっていて、特にエルフの大ドルイドがいて大量のマナが出せる場合、一気に次のターンには試合が決まるようになりました。あとは BO3 での話なのですが、両メタジの登場で黒がタッチしやすくなったのも、一つの強化ポイントかなと思います。はい、ということで今回もランクで収録していますので、どんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、まあキープしていいハンドですね。まあ、ただギャレンブリグ城がね、ちょっとこれアンタップインできるかどうかはだいぶ怪しいですが、さあとりあえずランウェルからスタート。さあ相手は氷雪の沼、なるほど。さあそしてここはタップインから、まあとりあえず、洗練者から出していきたいですね。まあ極力洗練者は、早いターンに出していきたいですね。相手これ黒ターンですかね。さて土地は引かず、まあドローで、土地を探していきたいかなと。さあ幻想化から洗練者誘発で、まあ土地みたいなカードを引けましたね。とりあえず洗練者殴って残り17点まで。まあこれでラノエルが除けられなければ、次のターンにはカンパニーを打つことができますね。さあ相手は、再起ある霊気体。さあそしてプッシュで、洗練者を落としていくと。さあ相変わらず土地は引かないですが、まあカンパニーを構えていくしかなさそうな盤面かなと。そのままターンを渡していきましょう。まあ、領海渡りや、カンパニーがある都合上、土地が、20枚まで削られているということで、結構ね、こうやって土地が詰まってしまうことも多いですね。さあ、相手は、はい。スタックでカンパニーを打っていくと。悪くないですね。まあ、ロードと、洗練者を出していきましょう。さあ、これで、さらに大ドルイド、まあカンパニーこのターン打つことはできないので、ドルイドから行きましょう。まあこの大ドルイドが生き残ってくれれば、次のターンには大量のマナを出すことができますね。三三はとりあえず全部殴っていきますか。相手はまあ一体はチャンプしそうではありますが、おスルー、これはまあ全除去がない限り、はい、勝っていけそうな流れですね。さらにロードを引いていく。まあロードから、フルパンして、まあダイドルイドからカンパニー打っても全然いいかなと。まあ多分余裕で足りてはいるかなと。土地は2枚しかない状況ではありますが、まあエルフはね、クリーチャーからどんどんと、まあ流出せるということで、まあカンパニー打っておきますか。はい。これはまあ勝つか。ロードと、アロサウルス界で、OK ですね。さあ、で、全体パンプされて、まあ相手は3体しかブロックできないということで、12分にクロックは足りているかなと。さあ一気に削り切って勝っていくと。 OK。 さあやっていきます。こちら後手、1ターン目の行動はないですが、まあ悪くはないか。ただまあ後手ということもあって、この1ターン目のアクションのなさが、
どう？あ、ただ舗装を引いたので割とこれは、ありがたいですね。さあ、そして相手これはなんだろうな、ランプスルタイですかね、もしくはシミックランプか。ラノエルが入ってる。なるほど。さて、とりあえずルイネンの精鋭からいきますか。さあ、一人はそのまま殴っていく。残り19点まで。まあ次のターンは大体ダイドルイドを出していきそうな感じかなと。横並びして、領海渡りからおそらく大量に展開をしていけそうなので。さあ、相手先手3ターン目に茨の騎兵、なかなか分回りですね。まあただここは、一旦ダイドルイドからが正解かなと。まあ相手も多分これ殴ってこれないんで、まあゆっくりとしている間にこちらもどんどんと展開をして、まあワンパンで決めていくという流れになっていきそうですね。さあ相手はどんどんと土地を伸ばして、さて、とりあえず妖怪渡り、エルフステイ、上カンパニーか。1、2、職員から、舗装を使って2マナー出して、でエルフの幻想化でワンドローしてカンパニーをもう打っていきたいですね。まあこういう結構ねめちゃくちゃな動きができるのも、このデッキの魅力かなと。聖じゃなくて幻想化ですね。さあ幻想化からカンパニーを取ろう。次土地か。まあ土地は、カンパニーでボトムに送っていきましょう。まあ相手にカウンターがあるかどうかですが、はい。さあ茨の騎兵をコピー。あーなるほど、これウギンが相手入ってるんで、ウギンを出される前に試合を決めていかないとダメですね。さあエンドステップにカンパニー、悪くない。さあダイドルイドプラス領海渡り、次土地か。お、ただトップダイドルイドからのダイドルイド、これはもう一気にいけそうな気はしますね。アロサウルスカイなんかが引けるとだいぶありがたいですが、おっと、ここでさすがに投了と。オーケー。さあこちら先手、まあ悪くはないですかね。まあロードが1体だけということで、ちょっとねまあ横並びをしていきたいハンドではありますが、とりあえずアロサウルスカイからスタート。ゴルガリから。おお、これは同型か。さあ、相手もラノエルからスタートですね。さあ、部族呼びを出して、とりあえず22は殴っていくと。まあ、あとはこのロードが生き残るかどうかですが。はい。ということは、これ相手エルフじゃないな。ゴルガリ、ミッドレンジとかですかね。さあとりあえずダイドルイドで、まあマナ加速の意味でも先に展開していきたいですね。さあエルスペスの悪夢で手札は公開していきますが、まあカンパニーがなかったのは割と良かったですが、さあ探索する獣、これでまああと3ターン以内に倒していかないといけなくなりましたね。まあ妖怪渡りからエルフステイ、はい。まあラノエルを出してからダイドルイドで、さらに4マナを出すことができるということで、お、ダイドルイドいいですね。いやほんとね、この妖怪渡りがとんでもなく強いんですよね。さあもうこれかなり横並びできているので、
アナサウルス界の能力によって一気に勝っていける可能性がだいぶ出てきましたね。まあ、全体の基本パワータフネスを55にして、さらにダイドルイドなどの、まあ、全体強化もね、修正は受けるということで、いやいや、もうこれ多分ブロックしないでいいですね。さあ残り6点ではありますが、ブロントドンプラスなんでいい、ブロッカー3体、あー次土地かであれば、まあこれ5、6、ラノエル残してフルパンかな。相手は多分3体マスブロになるんで、全部殴っていいはず。2体だけだと、相手はダメなはずですね。2体ブロックの場合は、5、6、7の12、19、3体マスブロですね、これ。さあ、ブロックステをいきますが、1体残したぞ、これ、まあ、一気に削り切れますね。これがね、ほんと、アロサウルス界の強いところですね。オーケー。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。